学者というのは自分がやってることが一番大事だと、言いたがる傾向がある生き物であるとすればですね、この古いところをやってる人は、連続を強調する傾向がありますし、あるいはこの12世紀後半に焦点を当てる人は断絶を強調するということもありますが、グラティアヌス・キョレッシュが、その連続面と断続面のどちらをより多く体現しているかという問いについては、その両方であるという曖昧な答えしかできないのですが、この、12世紀半ばまでの教会法の伝統というものをですね、集大成した上で、そもそも教皇権というものが中世において発展する理論的基礎を与えた著作であるとなれば、まあ、新しき酒を盛る古き釜袋ということになったということに関してはですね、こう単に教会法を、にとどまらず、一般史の領域においても一つの活況の意味を持った、著作だと思います。でその際にこう教皇権というものをどのように理論化したか、まあ その具体的なあり方がですね、こう方言論として現れるというところがですね、一つあのこの著作あるいは中世の、特徴ではないかと思われます。例えば教皇権というものを、それを担う個人のメリットから解放した、まあ、オフィスとして捉え、まあ、それを、まあ、カテゴリカルに 最上位の権威として位置づけるということ自体はですね、さまざまな、今日の我々から見るとさまざまな可能性があり得る。別にこの方言論という形で、行われなくても、例えばもっと哲学的に、あるいはその今日の我々の目から見ると社会科学的な理論を用いてですね、行うことも可能なわけですが、このグラティアヌス・キョレッシュあるいは、グレゴリス改革一般の特徴というのは、そのような問題を方言論において行ったということですね。でただ、今日我々が、抽象的に方言論あるいは法の序列化という時に考えるですね、法の序列化などをこう持ち込んで読んでしまうと、彼らが一体何をしたいのかということが少し見えにくくなるかなというのが今回の報告の、ポイントの一つであります。それ以降の近代の法の考え方というのは何か感じられますか。その法そのものいわゆる法とは何かという形で、捉えると、例えばこう法として効力を有するその基準ですね、こうその法というのは正しい法でなければいけないという考え方に対してですね、もう形式のみで、ね、効力を認めると、いう考え方、まあ、もちろんそれをその両極端に分ける純粋に分けてこう歴史が動いたことはないと思いますが、2つの典型を表すものとしてこう分ければですね、あくまでも形式を備えているものに対して、その有効性を認めるという考え方の遠い祖先がここにあるというふうに見ることは不可能ではないかもしれません。ただそのような考え方が実際に口にされることと、辿っていけばここにあるというのは少し違う話なので、もしその実際にそのようないわゆる形式の持つ、力というものを立法の面とかですね、法を定立するあるいは規範を定立するという側面でですね、明確に意識した上で議論が始まるのは14世紀。まあそうですね。じゃあ中尾先生さん、
あ、中林です。お願いした本読んでちょっと深めさせてもらいますと、まあ、そこに本の言ったのがダグラス・ローズっていう経済史家の、まあ、議論が制度考える現状に、まあ、よく参照されるんですね。で前その前の本でも前の前の本でも、まあ、その西洋の経済学が早かったのは、まあ、制度が良かったから、じゃあ何が良かったのかってこうギリギリを突き詰めていくと、こう独立した司法があったと。要するにそのジャッジのパーソンに依存しない自立した司法がすでにあったと。で結局すでにあったからあったとしか言いようがないっていうことですぐ終わっちゃってるんですよ。でその一番新しい本ではアメリカ憲法史の勉強をちょっとしたみたいで、アメリカの立憲主義が形成されてきた過程には踏み込んでるんですけど、しかし大陸ヨーロッパにおける経済発展が支えた、まあ、その法の支配がどこから始まったのかというとブラックボックスに入っている。でまあその12世紀あたりにその鍵があるっていうところで、まさにだからその王室とパーソンが分離されるっていうところが、おそらくノースがブラックボックスにしているところをすごく一つの鍵なんだろうなと、まあ、いうところでがお願いした一番大きな理由なんですけど、でそこに関して質問なんですけどね、教会の中で、オフィスとパースの緊張関係を解消するために、そのこういうロジックが作り出されたっていうのは分かるんですが、その何のためにオフィスとパースの分離しなければならなかったのか、分離するという要請はどこから来たのか、例えばこれ同じ時期日本で言えば時々の執権、個々人、執権個々人に依存しない、道理と洗礼のみに戻す、鎌倉幕府法が作られているわけですが、まあ、それは理由は明らかで、侍たちがあちこちで暴れ出して、それに対して膨大な数、安定した司法サービスを提供しなければいけないという、まあ、その外側に要請があったわけですけど、こういう変化をもたらした、その外側の状況って何なんでしょうか、教会に持ち込まれる訴訟の例が増えたとか。はい、そういうようなことがあるんでしょうか。ヨーロッパでですね、今、コーポレートガバナンスでリーガルオール